おさむさん、原因が分かりました。我々のアカウントが IT で新地に乗っ取られていました。実は新地は僕の同期なので、理由を問いただすと上層部からの命令だったようです。実は上層部は US 本社から函館アタックの重要性を指摘されたが、すでに新規を掲げている手前で方針を変えなかったってことです。そしてセキュリティに詳しいおさむさんがいないことから、今がチャンスということで私のアカウントを乗っ取って函館アタックを実施したということでした。なるほど、クソ上層部、あとで上層部と会話をしてみる。しかし週は無事に函館を走破できたのだろうか。今夜クッチャラコマのキャンプ場でキャノンボール大佐に会うことになっていると聞いている。キャノンボール大佐は昨年に偶然エンジンがかからなくて困っている週を助けたエンジニアだ。もし何か週に問題があってもキャノンボール大佐に会えれば大丈夫だ。シャー！やばい、めちゃめちゃなんか液パイが漏れてる音がする。すごい爆音になってんだけど。マジか、とうとうあそこの穴が開いたのかな。ほら、おお、やべえ、暴走族状態だった。今日ですね、実はグッチャラコで会うのは去年ですね、このセローがすげえヤバくなった時に止まってしまってエンジンかかなくなった時に助けてくれたキャノンボール大佐なんですよね。そして今日これからキャンプ場で会う予定なんですけど、すごいわ、めちゃくちゃ調子悪い状態でまた会うことになりましたね。マジか、おお、めちゃめちゃ音がでけえ。おい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 、このフラッグもつけてるからヤンキーじゃねえかよこれ。うわー、すげえなこれ。これまたなんかどっか液体が穴開いてるね。いやもうさ、この音、まあ、考え方によればさ、 250cc のハーレーだと思えば、いや思えねえな、これ完全にヤンキーだよな。すごいよこれ。いやまたこれがさ、クラッチを切るとさ、しょぼい音がするんだよね。ボチョ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 って言うんだよね、クラッチ切ると。エンジン止まってんじゃないかと思うよね。もう笑っちゃうよ。これからキャノンボール大佐に会うんで、ちょっと相談しましょう。マジか、これ取れちゃったよ。マジか、やべえ、うわー。
録は終えました。ただ爆音なんでちょっと押していこうかなと。いやー、こんな形でくっちゃらこの夕日が沈むのを見ることになるとは思わなかったな。あとこんな大トラブルを持って、キャノンボール大佐にまたお会いするとは思いもしなかったな。どこだろう、もうすぐだと思うんだよ。お久しぶりです。すごいことが起きました。まあとりあえず間に合ったということで乾杯。そのケースデッキで偶然のように会った時にあれもすごいことなんだよね。まあ、俺が GoPro のあれが壊れてて、行ってそっちは iPhone なんかで来てて、そこで俺 の壊れてる姿を見て声をかけてくれてでもそこはねいっぱい声かけてくれた人いたんだけど、言ってましたね、みんなねちょっと無理だわって思ってたところだったから。なるほど。でちょうどまだね、ああもうこれはレッカーか近場の車の修理場かっていうところを考えてるとこだったから、で部品を持ってたじゃん、はい、あれがねもうね旧車乗りだわっていうなるほど。そうこれがねやっぱりさ新しいバイクを乗ってる人たちとも違うね、こうググッとくる。なるほど、ええ、あでも今回ちょっと今年の旅はスポークフロントのホイールのスポーク2本折れてるんですけど、すでにスポークの予備はちょっと持ってきてないんですよ、ね、家にあるはあるんですけど持ってくることはできなかった。思わないよねあそこあそこ、ええ、だからちょっと今2本折れてるんで、あとはちょっと痛張るしかないですね。痛張って乗るしかないです。帰りに家まで。まあ俺駅前で折れてる俺が言うのもなんだけど、まだ僕は走る余地があります。エンジンの調子は抜群なんで。ちなみに聞いてもいいですか。ええ、俺らの駅前の大元が折れてるのを、ええ、うるさく走れるけど、走ってたらどうなるんですか。走り続けることはできるんですか。走り続けることは、まあ、一応できますね。でもちょっと、まあ、どうなるんですか最後。最後ここ帰りは、ね、俺仙台じゃないですよ、大洗なんですよ。今回大洗からでも200キロあるんですよ ね。でここから苫小牧も400近くあるんですよね。600キロってどうなんですか、はい、この爆音で走り続けるっていうのはちょっとやめといてがいいと思いますね。それってことはやっぱり精神的にも多分辛い旅だと思うんです。辛いね、ただただ辛いね、故障したバイクで帰り家路を目指すっていうのはってことはやっぱどっかで、まあそれ後でいっかまあ応急処置明日考えて。あ本当ですか、まずやべえな俺毎年こんなことになってんじゃねえかよ、まあ、完全修理はダメ無理なんで、はいはいはい、とりあえず穴が下がるぐらいまで修理してできるんですか。まあいろいろやってみないと分かんないですけど、ホームセンターって素材とか見て。本当ですか、だからちょっと排気漏れはするんですけど、うるさくないぐらいの感じで家まで帰れるぐらいの。ごめんなさい、こんな旅になっても大丈夫ですか、まあ、とりあえずやってみましょう。すげえな、もうだからどうしようかなと思ってたんですよ、あの状態じゃない時までは、はい、
明日利尻行こうかなとか、はい、まだ朝は考えてたんですよね。はい、どうもこれ利尻に行くってことが何かのあれなのかな。去年もそうなんだよな、利尻行こうとしてあんなことになったんだよ。ああ。もし行った時には大変なことが起きるんだよ。本当に。あと20キロだったよ。あと20キロ。ここに着く。20キロ前で。もうさ、去年もそうなんだけど、悲鳴を上げる、去年も悲鳴を上げる直前にケイズ電機に行ってるから、今回は、もうなんかもうね、これ仕組まれたようになってるように感じたんだよね、今日。20キロ前でね、はい、爆音になった時。まあでもこれ穴を埋めるだけの話だろうなと思って。で、そこの、成功まで、はい、やっと止めて、はい、見た瞬間に取れてたから、あそこまで気づかなかったのよ。あ止まんなかったのよ、はい、止まらず走ってて、セローもそろそろまさかの事態が起こる面識なんで、まあ、もう起こっちゃってるんですけど、あそう、万全の体制で。そうだよね、もうキャブの面識ってそんなもんですよ。そういう風にして乗り物です。なるほど、ええ、急車になっちゃってるんですよね。そうですよね、サビでマフラーが折れちゃうような感じになっちゃう、ね、まあ冷静に考えたら今日さっき初めての初見の見た時の反応も、まあエンジニアの反応だよね、あれは確かに、ね、普通だったらもっとやべえだろうとかをするよね。あ、ああ終わっちゃったなみたいなまあでもよくあることなんで、まあ、いや俺にはよくないんだけどさ、それがたまたま北海道で起こっちゃったのがちょっと不運だった。初めて北海道来たのは7年前なの、それとももっとこう間隔を空けたりして、いやもう7年連続出たよ止まらない西の人ってさ、ええ、あんまり北海道行ってる人周りにいなくないですか。ああかもしれないですね。ですよね、やっぱ離れてるからそう、俺も阿蘇とかあっちまで行ってるんだけど、ええ、北海道はやっぱり行く気になれなかったというか、ええ、あんま変わんないですけどね、フェリー乗った後そう時間はちょっとかかる、冷静に考えるとそうなんだけどだからね、もう今更過去に戻すわけにいかないんだけど、若い口に行っとけなきゃよかったと思って、うん、まあ確かに、まあ早くはないけど、気づいてよかったと思って、死ぬ前に、そこからもう止まらないですよ、一回行き始めたら。あ、そういうことっていろいろなんか思っちゃって、まあ誰でもそうだと思うんですけど、まあ、帰りのフェリーでも来年のこと考えてる、ね、同じだよね。バイカーめちゃくちゃいるし、そうだよね、挨拶はもう当たり前みたいな。いや、もう 95% 以上だよね。95% ですね。残りの 5% は気づいてない。そう、忙しいか、こうなる忙しいか、ね、視線がちょっとなんかずれてるで、決まってさ、ほとんどの人が関東の人なんだよね。あそう、ナンバー見ると関東圏多いっすね。関東じゃやらない人たちなのにさ、ね、同志がい多分や普段やってないっすよね。そうそうそうでもここに来るとみんなやるというね。そうそう、これがまたいいんだよね。気持ちはすごいわかります。もうそういう解き放たれてますから、解放されてますから、日常世界って。違う島にいますから違うんですよ、感覚が。そうなんだよ、いつもの自分じゃないみたいな。もう八重が生きがいで北海道走ってるっていう人に4年前ぐらいに会ったんですけど、その人は雨の日の辛い時ほどこう大げさにやって相手になんか元気を与えるんだって。まあそんな人なかなかいねえな。まあ八重が生きがいの人ですから。へえ、あ、いい、雨の日ほど大振りでやる。確かにそんなちょっとふざけた人が来たらちょっと元気出ますもんね。そうだね、雨で。それはやっぱベテランの域だな。そうですね、相手に元気を与えるなんて、ビギナーじゃまだ考えられないですよ。そうですね、相手のことまで考えられないですよ。ああ、やっぱ奥深いね。
いや昨日転んだ時に液体かなんかで溶けたんでしょうね。ズボンもボロボロですよ。マジか。これからちょっとホームセンターに行って、ここをちょっと応急処置しようということなんですけど、ホームセンター行く前にちょっとそれまでどんなものかワイヤーでここをちょっと塞がってるわけじゃないけどね、一応ちょっとやってみました。まああくまでもホームセンター行くまでの間です。しかしこういう原理でなんかもうちょっときっちりきっちりはいかないんでしょうね。まあこういう要領でやったらいいんじゃないかということです。参ったな。おはようございます、シュです。でですね、これから近くのホームセンターに行って、まあ、できるかちょっと分かんないけども、応急処置してみようかということで、まあ、2年連続ですね、こんな形でお世話になることになっちゃって本当申し訳ないです。ただやはりエンジニアだったですね。しかもバイクに関してはかなり詳しいんで、まあもしこのホームセンターで部品というか応急処置ができるものがなければ、ちょっとやり方を教わってですね、ちょっと別のところで私も買ってやってみようかなとは思ってます。うわー、めちゃくちゃうるさいですねあとですね、すごい偶然なんですけども、隣のテントがですね、実は私の YouTube の視聴者さんだったんですね。今朝ですね、歯磨きを終えてテントに戻ったらですね、シュウさんですかって声をかけられまして、去年そのケース電気で偶然のように会った時にあれもすごいことなんだよね。まあすごい、俺が GoPro のあれが壊れてて、行ってそっちは iPhone なんかで来てて、そこでいやー、私初めてなんですよ、視聴者さんから、生でシュウさんですかと声かけられたので、いろいろお話を聞くとですね、私の去年の北海道ツーリングを見てですね、同じように函館を目指したということで、今なんか函館へ向かってるみたいなんですけども、なんか連泊すると言ってたんで、私もこの状態なんで一応連泊する予定なんで、まあ、今夜ちょっと函館どうだったか話ができたらななんて思ってはいます。まあ、まずはですね、この爆音状態をですね少しでも和らげれたらなと思いながら、本当今年の北海道はですね、めちゃくちゃ試される年になってしまいました。おお、もう完全に暴走族だよこれ。ということで、もうすぐ、ホームセンターに着きますんで、この止まってる間の音がめちゃくちゃ可愛いんだけど、そこの日陰でちょっとやらせてもらうことにしました。